シアトル別院では4月10日日曜日午前10時から12時まで花祭りのお祝いイベントを開催いたします。お釈迦様のお誕生日をお祝いしたい方はどなたでもお参りしていただくことができます。ぜひご参加ください。その日4月10日より皆さんにお寺に来ていただいての寺院活動や法要を再開いたします。寺院活動を再開するにあたり、まず皆様ご自身並びに周りの方々の安全を第一に考えて行動していただくことをお願いいたします。そのためお寺に来ていただく皆様にはマスクの着用を必須とさせていただきます。またワクチンの接種を推奨いたします。体調が思わしくない方やCOVID-19 にかかっている疑いがある方はどうぞご自宅にてご療養ください。オンラインでのお参りも引き続きご覧いただけますので、そちらでご参拝ください。シアトル別院は今後もワシントン州の方針を考慮し、 COVID-19 の状況がどのようになっていくのかを注視し、皆様の安全を第一に考えながら寺院活動を行ってまいります。シアトル別院所属の各団体の皆様並びにメンバーの方々で、お寺でご法事やミーティングなどをされたい方は4月10日以降スケジュールしていただくことができます。どうぞお寺の事務所までご連絡ください。皆様とお会いできますことを楽しみにしております。まずご参内をいただきます。久遠実情阿弥陀仏、五濁の梵具を憐れみて、釈迦牟尼仏と示してぞ、ガヤ城には応言すると、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。はい、皆さんおはようございます。ロサンゼルス先進仏教会の古本と申します。今日はシアトル別院の花祭りにお招きいただきましてありがとうございます。林番の楠木先生にはたまに電話とかメールでね、連絡させていただくことがあるんですけども、もう長いことインパーソンで会ってませんですね。ラストタイムお会いしたのはもう3年前ですね。シアトルの近くで BCA の総会がありましてですね、2019年に。あれの時がもう最後で、でしたけどね、もう、ですが長い間、ね、お会いしてませんけども、ですけどもね、この度、楠木先生が、ね、このシアトル別院の花祭りにお招きくださいましたので、今日はシアトルのお道行とお念仏のね、見教えを味合わせていただくご縁をいただきました。ありがとうございます。おいで、今日はルンビニのお話しようと思うんですが、楠木先生からお釈迦様がお生まれになったルンビニに行った時のお話をしてくださいというリクエストをいただきましたので、そのお話をしたいと思います。で、まずですね、そのルンビニのちょっとお話の前にですね、この今日のご参内についてちょっとお話したいと思うんですけども、ほいで、僕はこの、ね、ご法案の時にちょっと今、パワーポイントのプレゼンテーションを使いますので、ちょっと皆さんにちょっと今シェアスクリーンをします。ちょっとお待ちください。こうして、こうして、シェア。OK。ほいで、こうして、ほいで、スライドショー。で、プレイフロムスタート。OK。はい。今日はね、花祭り2022年4月3日でございます。今日はね、そのルンビニのお話と、阿弥陀様とお釈迦様、これでお米ですね、お物販のちょっと
お話を少しさせていただきたいと思います。はい、で今日のご三題は、親鸞聖人がお書きになられた浄土和讃からいただきました。ちょっとこの倍がちょっと変なところありますけども、ね、親鸞聖人お書きになられた浄土和讃の一種に、久遠実情阿弥陀仏五浄の梵具を憐れみて釈迦牟尼仏と示して像ガヤ上には応言すると、ね、このような、親鸞聖人がお書きになられています。まあ、親鸞聖人がここでおっしゃっていることは、この阿弥陀様とお釈迦様は別々の仏様なんだけど、本当は同じ仏様だというふうに、言われてるんですね。で親鸞聖人はこのお釈迦様と阿弥陀様が同じ仏様だというふうにも、見られてるし、また別のところでは阿弥陀様とお釈迦様は別々の仏様ですよというようにも読めるようなところがございます。まあ、でもこの五和讃では、親鸞聖人は阿弥陀様と、ね、お釈迦様は同じ仏なんですよというふうにおっしゃっています。でこの、ね、久遠実情阿弥陀仏という、ね、五浄の梵具を憐れみてというこの2行ですけども、久遠実情という、実情というのは、まあ、永遠ということですね。始まりがない始め、まあ、この永遠の阿弥陀様は永遠の命を持たれた仏様と言いますね。この永遠ということはもうとにかく時間に縛られてないっていう、トータリー自由だということを言われているわけですね。それで、その阿弥陀様が、この五浄の梵具と言われるこの私たちですね、五浄というのはもう浄って濁ってるっていうんですけど、濁ってるっていうのはエゴがあるということですね。自己中心の見方から離れられない、そういうのは大体濁ってるっていう、もう仏教で言うんですよ。 でそういった見方をするものを梵具というふうにも言うんですけども、で私たちがこの自分の自己中心の見方からこれがいいこれが悪いってね決めたりしますよね。それで自己中心の見方から物事を見たり、物事を考えたりして、それで、自分を苦しめ、自分を縛ってね、自分を苦しめ、他の人も苦しめっていうような、そういった、ね、生き方しかできない私たち。まあそういう私たち五浄の梵具というんですけども、阿弥陀様がそういった五浄の梵具をかわいそうに思われて、これはもう救わにはいけんじゃないかということで、お釈迦様としてこの世に現れてくださったという、ね、それが釈迦牟尼仏と示して像、ガヤ上では応言するというふうに、言われています。ね、阿弥陀様はね、この時間と空間にも縛りがないから、もう目に見えないんです。もう目に見えたら、もう目に縛られるでしょう。だからね、目に見えないようになってるんですね。でも、目に見えなかったら、おってんかおってないかわからんし、救いがあるんかあるんかもわからないんですね。だから、まず阿弥陀様が、お釈迦様としてこの世にね、現れて、そして目に見える形になって、人間が目に見える形になって、それで、阿弥陀様の救いがありますよ、南無阿弥陀仏に言って救われるんですよ、いうことを知らせよう、いうことで、こうやってお釈迦様となられて、この世に現れてくださったんだというのが、この親鸞聖人の五和讃の意味でございます。まあ、久遠実情阿弥陀仏。五浄の梵具を憐れみて釈迦牟尼仏と示して像ガヤ上には応言する。まあ、ガヤ上というのは今のブッダガヤといって、ブッダガヤというところはお釈迦様が仏様と、ね、なられたところの、ですね。はい。ほいで、このね、お仏壇のことなんですが、まあ、浄土真宗ではお仏壇を2つお供えするというんです。阿弥陀様のところに。で、大体お寺だったらね、二つお仏壇をお供えするところが多いんですけど、ご家庭だったら一個しかお供え、ね、されないかもしれませんが、なんで二個あるんですか?言って、いろいろ説があるんですが、一説には、この阿弥陀様とお釈迦様に、お供えしてるから、二つあるんですよ、というふうにね、言われています。これはね、お釈迦様と、阿弥陀様が、一緒だっていうのが、ね、二尊一致といって、二尊というね、お二人の、仏様っていうことですね。別々なんだけど、一緒なんだっていうことをね、まあ、言ってるんですが、まあ、ですから、
そういうことを表すために、この仏様には、阿弥陀様のところには二つお物販を置くというふうに、まあ、言われています。まあ諸説あります。はい、ほいで、今からちょっとこのルンビニのねお話に移っていきたいと思いますけども、私はこのインドに行ったんですけども、インドに行ったのが2014年の、7月下旬から8月上旬ですね。その時にちょっと行ったんですが、この、まあ、お釈迦様のゆかりのある四大聖地、四大仏石というところと、あとはラージャグリハというね、大無量寿経が説かれたところも行ったんですが、まあ、これが、ね、ルンビニ、お釈迦様が生まれたところの、お生まれになったところの写真ですね。これで、これが、ブッダガヤ、お釈迦様が、お悟り開かれたところですね。ガヤ城ですね。ほいで、こっちがサルナートといって、お釈迦様がお悟りを開かれた後に、一番最初に、仏法を説いたところ、お説法されたところですね。諸天法輪といいますが、その場所、サルナートという場所。そして、お釈迦様が亡くなられた、クシナガラというね、ニューネハン、ネハンに入られた、というところ、ね、まあ、そういう四大仏石を、ね、訪れることができました。で、今日はこのルンビニに行った時のお話をしたいと思うんですが、まず、まあ、ロサンゼルスから東京に行きまして、でまず東京からシンガポールに、ね、行ったんですよ、まあ、飛行機で。で、まあ、多分ね一番安い方法だったんじゃないかなと思います。なんかね、ANA とかも日本の航空会社さんもインディアに直接飛ぶのもあるんですけども、何通りか行き方あって、僕が取ったのは東京からシンガポール行って、シンガポールから、ネパールの、ね、カトマンズ行って、ほんでカトマンズからインド国境近くのルンビニに、ね、行くルートだったんですね。はい。で、東京からシンガポールまで大体7時間あります。ほいで多分ね、シンガポールエアラインに乗ったと思うんですけど、で、これがね、機内食ですね。別に機内食見せなくてもいいんだけど、まあ、一応写真撮ってたからお見せしますね。で、食べたのがハンバーグ定食だろ。ほいで、焼きそばと餃子。ほいで、あとね、これいいです、これ。うなぎとね、ざるうどんですけど、もう今はね、うなぎ高いから、機内食でうなぎ出ないんじゃないかと思いますが、この時はね、うなぎが出たんですね。はい、よかったですね、ほんと。ほいで、シンガポール着きまして、シンガポールから今度は4時間40分ぐらいですね。これ、今763ドルで出てますけども、あの時ちょっと何歩か忘れましたけど、そんな高くなかったような気がします。ほいで、シルクエアっていうのに乗って、まあ、機内食はエビのパスタですね。味とか全然覚えてませんけど、まあなんか美味しそうな感じですね。で、これでカトマンズに、まあ、行きました。はい。ほいで、カトマンズでは、まあ、カトマンズはね、ネパールの首都で、これで、カトマンズ本願寺がありますですね。ソナム先生という先生が、開かれたお寺ですけれども、ネパールの地にも浄土真宗のお寺があるというのはすごいことですね。で、ここまあ訪れて、まあ、その時ソナム先生いなかったんだけど、何人かね、このスタッフの方とかとお話ししました。ほいで、あとは、このカトマンズ本願寺、はちょっと中心部からね、ちょっと離れてたんですけども、タクシーで、まあ、行って、ほいで、またタクシーでこのカトマンズの、中心部の方に行って、この中心部の方は、このダルバール広場というね、世界遺産がありまして、まあ、いろんな古い建物があって、ね、歴史のあるような感じが、まあ、ね、ありますですね、こう、趣が。ほいで、ネパールは仏教も信仰されてるし、ヒンドゥー教も信仰されて、いろんなお寺とかね、その、ヒンドゥー教や仏教に関するような、彫刻とかがね、至るところに施されてるわけですね。ほいで、この日にね、食事行ったんですけど、とんかつ食べたんです。僕はもう大体どこ行っても日本食食べたいタイプなんですよ。だからネパール行っても、日本食あるんだったら日本食行こうってね。このとんかつ食べたんですけど、450ルピー、4ドルぐらいですね。まあでも、なんかね、他の国って、
慣れないもの食べてね、お腹壊しちゃいけないなと思って。で、この旅はね、僕一人で行ったんですよ。だから、一人で行ったら、もうもしお腹壊してしまったら、もうどこにも行かれなくなっちゃうしね、全部旅行の日程がずれちゃうので、できるだけちょっと知っとるもの、安全なものを食べよう思ってから。なんかね、ネパールとかインドは、水もちょっと危ないって言うんですよ。アメリカとか日本住んでる人が急に行って水道水とか飲んだりしたらお腹壊すって言うから、これだけシャワーの水も飲んじゃいけん、飲んじゃいけんとか、うがいもせん方がいいってから、これだけペットボトルの水でね、うがいとか歯磨きしたとうがいしたり、それぐらいちょっとやってたので、できるだけちょっと安全なことを考えて、知っとる料理も食べよう思って。まあでも、このとんかつもね、多分ネパールの普通の水道水使うてから、なんか物あろうたりしとると思いますので、まあ、火通したら大丈夫なんですかね。まあ、とにかく、この日は、おふくろの味っていうね、とんかつをね、食べました、日本料理。ほいで、一泊しまして、ほんで、次の朝に、カトマンズからルンビニに向かいました。カトマンズ、トリプバン国際空港ですね。カトマンズの空港から、ゴータマ・ブッダ国際空港ですね。大体30分ぐらいのフライトなんですけども、もしね、バスで行ったら大体7時間、1時間かかるというふうに、言ってましたですね。で、まあ、飛行機乗ると、まあ、じゃ30分ぐらいなので、で、ルンビニはですね、このインドの国境に近いところにあります。ほいで、まあ、ネパールはね、まあ、仏教も信仰も盛んなので、このようにブッダエアっていうのがあって、ほいで、やっぱルンビニの近くの空港の名前は、ゴータマ・ブッダ・エアポートってね、いうわけですね。ほいで、何個かね、カトマンズから、このゴータマ・ブッダ・エアポートまで、ね、ルンビムまで行かない、何個か航空会社あるんですけど、一つはね、イエティエアっていうのもあったんですよ。でも、イエティエアの方が飛行機がなんか新しそうでなんか良かったんですけど、まあ僕は仏教徒だから、まあ一応ね、やっぱブッダエア乗ってあげようと思って、まあ、ブッダエア乗ってまあ行ったわけですね。ほいで、空港に着いて、ほいで、空港からルンビニまで西に22キロあるんです。ほいで、大体そこまでね、タクシーで行ったり、バスで行ったりっていうふうな行き方があるんですが、私はバスでね、1時間くらいかけて行ったわけですね。で、値段もね、そんな高くないです。大体50ルピーでも60セントくらいですかね。ほんで、まあ、田園地帯がね、多かったなっていうの印象が受けましたですね。で、この写真は、お見せしてるのは、僕が何枚か自分で撮ったのもあるんですけども、ちょっとリソリューションが良くないのもありましたので、今、なんか、ウェブサイトとか見ると、ね、いろんな方が、このネパールとかルンビニ行かれた時の写真をね、アップロードされてたので、ちょっとその写真をお借りしているのも、ね、ありますですね。はい。ほいで、ね、でも、ルンビニね、僕、この時行くのに、しまったと思ったことがあったんですよ。これ、まず、一つ目はね、空港から西にすぐ、行きたかったんですけど、なぜかね、東に行く羽目になったんですよ。ここがゴータマ・ブッダ・インターナショナルエアポートあって、で、こっからね、この空港からちょっと出たら多分国道みたいなのが走ってて、で、ここにいたバス停があるんですよ。で、このバス、ここでバス乗って、ほいでこう行って、で、マヤ・デヴィ・パークっていうのがルンビニなんですけど、ここまで、ここでバスでこう行こう思ってたんです。だけど、なんでか知らんけど、ここでバス乗れずに、一旦こっちのね、3キロ離れた、2マイルぐらいね、離れた町に行かされて、そこのバスターミナルからバス乗ってこう行くことになったんですよ。でね、なんでそうなったかというと、まずこの写真が、このゴータマ・ブッダ・エアポートの外側なんですけど、まずこう出たら、なんかタクシーの斡旋する人がいて、客引きの人ですね。その客引きの人が、どこ行くっつったら、ルンビニっつったら、じゃあこのタクシー乗って行けとかね、他の町行くっつったら、お前このタクシー乗って行けって、そのなんか客引きの方が、まあ、おるんですけども、僕はでも最初からそのバス乗って行こうと思ってたので、ほいで、バスでどこかなと思ってたんですよ。僕は思ってたのは、この空港のところにバスがあって、で、それからその、さっきの国道のね、とこまで出ていくんかなと思ったら、全然この
ところにバス停がなんかどこあるんかな思って、ほいで、客引きの人にバス停どこなんですかって聞いたんですよ。客引きの人はね、英語喋れるから、英語でどこにあるんですかって聞いてから、そしたら、その客引きの人が、なんでか知らんけど、この、人力車のね、人を呼んで、ちょっと話してね、それネパール語で話すんですよ。で、人力車の人は英語多分喋らんみたいなんですよね。で、んで、バーってネパール語で喋って、ほいで、こいつがね、なんか、ルンビに行きたいみたいな、バス乗るとか言っとるみたいな、なんか多分そういうこと言ってて、ほいで、OK みたいな感じで、客引きの人が、お前、この人力車、力車乗りなさいと。OK って言って、ほんで乗って、で、これが僕が写真、撮った写真なんですけども、ね、ほいで、僕が思ったのは、多分この人は、すぐそこのね、国道ぐらいまでの、とこまで連れて、のバス停にね、連れてってくれるんじゃないかな思ったんです。だから、1分か2分ぐらい、ちゃんとね、行くんじゃないかな思ったんです。まあ、こんな1分、2分だったら歩いてもよかったんだけど、まあ、力車どんなんかな、乗ってもいいな思ったけど、ちょっと乗ったんですよ。ほんで、1、2分で、まあ、その国道みたいなの出て、ほいでバス停も確かにあったんですけど、この人止まらないんですよ。どこ行くんかな思ったら、なんか、ちょっと、ね、曲がって、ずっとなんか行くんです。ほんで、おかしいなと思って、でもおかしいな思って、この人に話しかけても、なんか、あんまり英語わからんみたいな感じだけど、もうしょうがないわ思ってから、ほいで、それでずっと、もうあと30分ぐらいかけて、さっきのね、ルンビニの方向とも全く反対の方に30分かけて行ってから、で、そこのバスターミナルで、ここでバス乗れって言うんですよ。でも、あっこの空港の前にバス停あったじゃないかと思ったんだけど、そんなことももう通じないので、もうしょうがないしね。これでなんぼって言ったらね、ハウマッチのは通じるんですよ。ハウマッチだったら200ルーピーって言うだけ。まあ、そしたらもう OK、200ルーピー。まあ、200円ぐらいだから、まあ、まあいいやと思って、あったけども、でもちょっと時間はもったいなかったな、思ってから。ね、だから空港からタクシー乗った方がよかったんじゃないかと思ったんですけども、まあでもね、その、多分ね、客引きの人がね、言ったんじゃないかと思うんですよ。たぶんこいつ、ね、日本から来とるけど、たぶん、隣の町まで、チャリンコで行ったら、200ルピーぐらいもらえるけど、連れてきなさいとか言ったんじゃないかな思うんだけど、まあ、まあ、ええわ、思って、まあ、ちょっとね、それで行って、ほいで、その、隣町のところから、ごめんなさい、これね、でこれ、こっから出て、ほいで、隣町まで行って、で、ここのバス停から、バスターミナルからね、バス乗って、ほいで、どん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 また来た道を、同じところ、まあ、同じところをね、帰って行って、ほんで、同じ空港、あ、ここおったなって見て、ほんで、あそこのバス停、あそこから乗るはずだったのに、ちょっとバス停止まって、ほいで、それからまたずっと、これ、ルンビニの方まで行ったというね、まあ、大体1時間ぐらい、かかる、だから1時間半ぐらいかかったんですよ。ほんで、まあ、ルンビニのガーデンの入り口に、まあ、これ、ね、これ入り口ですね。着きまして、ほいで、あ、こっから、ね、そのお釈迦様が、お誕生された、ね、場所に行くんですけども、で、こっからね、また入り口から、その、お釈迦様が生まれちゃったとか、ちょっと遠いんですよ。こういう時またこれね、人力車乗ってから行かないといけんのですが、まあ、歩いてもいいんだけど、まだどのぐらいかわからんけ、ほいでもう1時間半ちょっとね、ルンビに行くまでかかったから、だからもうちょっと時間をセーブしたいと思って、人力車乗ったんですよ。で、さっき30分チャリンコで行って、200ルピーだけ、まあ多分ね、この庭園の中だったら50ルピーぐらいかなと思ったらね、まあ50ルピーか100ルピーかなと思ったら、そしたら、なんぼ、ハウマッチって言ったら300ルピーっていうか、まあもうしょうがないわ思って、ほいで300ルピーで、ね、まあ、行ってくれということだったんです。で、ほいで、この入り口から、チャリンコでね、こういう道をさーっと行って、ほんで、お釈迦様がね、生まれちゃったところに、まあ、案内してくれだったんですが、で、そのお釈迦様が生まれちゃったところは、マヤ堂というね、ところなんですよ。で、ここはね、建物がね、この白い建物がありまして、大体ね、その入り口から、ジャスト5分ぐらいですよ。あれでも300ルピー高いな思ったけど、まあいいですよね。まあ、まあ、来たら来たでまあいいんです。ほいで、この、ね、この建物の中にお釈迦様がね、お生まれになったところがあるわけですね。ほいで、この前のこの池ですが、ここのまあ池で、まあ、産湯を使っちゃっ ちゃったというふうに言われてます。ほいで、このマヤ堂の中ですけども、マヤ堂の中にはお仏壇とか仏像とか なかったんですよ。なんかね、この昔の遺跡の、
をね、カバーするようにこの建物が建ってて、で、これが昔の多分遺跡なんですけども、ほいで、その中に、このお釈迦様が生まれちゃったところじゃいうふうにね、マークがしてあって、で、それがここなんです。ここにガラスの、ね、板みたいなのが貼ってあって、ほいで、ここで生まれちゃったよっていう説明があるんですが、本当はね、これ、内部の写真は撮っちゃいけんとか、後で言われてから、もう先に撮った後に言われましたけど、まあ、ちょっといいかなと思う。よくはないんだけど、まあね、このように写真撮れて皆さんにお見せすることができたので、よかったです。はい、ほいで、お堂の周りなんですけども、お堂の周りには、大きい菩提樹とかね、ストゥーパのね、跡とかがありましてですね。で、紀元前3世紀に仏教をね、サポートしたアショーカ王という方がいらっしゃいますが、アショーカ王さんがこの、の石柱というのは、インド各地にありまして、で、まあ、大体お釈迦様のおられた、ところに、このアショーカ王の、石柱が立ってるんですね。この、石のピラーがね。で、ここの石柱には、ここはね、お釈迦様が生まれちゃった土地だから、ここに住んでる人は、タックスは8分の1でいいっちゅうんです。いいですね、本当ね。皆さんも、あともうちょっとタックスのね、デューデート来ますけども、やっちゃってですかね。僕まだやってないので、早くやらなきゃいけませんけども。ほいで、ここの、ね、ルンビニの、ガーデンの、周りには、こうやって各国のね、お寺があるんですよ。で、日本のお寺、これは日本のお寺なんですけども、日本のお寺とか、中国、韓国とか、スリランカとタイとかね、そういったところの仏教国の、まあ、仏教団体がこうやってお寺を建てられて、あとはね、ヨーロッパがね、ドイツとかフランスとか、あとキャナダの、仏教団体もこの、お寺をね、建てられて、で、このお寺にはね、宿泊しようと思ったら、宿泊させて くださるようですね。僕はね、この時泊まらなかったんですけども、ね、もし皆様行かれる時だったら、ちょっと調べられると、どのお寺にね、泊まれるかっていうのが見られますので、ね、調べられたらいいと思います。ほいで、日本人が経営されてるホテルも、お寺だけじゃなくて、ホテルもね、何軒かあって、で、日本人が経営されてるホテルは、火災ホテルって言うんですけど、これが写真ですけども、そのホテルは結構、良さそうなね、ホテルでした。ので、まあ、もしね、行かれるときは、そういうホテル泊まられるか、このお寺に泊まられるかっていうふうにね、まあ、決められたらね、いいと思います。ほいで、まあ、また騙されてありましたけど、大体ね、ネパールとかインドとかね、乗り物乗るときっても自分で交渉しなきゃいけないんですよ。ほいで、まあ、適正な価格って分かんないんですけど、で、まあ、で、大体もう、最初は騙されますね。ネパールとカトマンズ行った時もタクシー代がなんか、多分僕は倍ぐらい払ってるような気がするんですけど、ほいで、この、やっぱさっきの空港から、ね、隣町まで行ったのもなんかもう別に行く必要なかった。10ルピーで済むところ、200ルピーもね、払わされましたからですね。で、またね、ここでもね、最初300ルピーって言ってたのに、結局、マヤドを行った後に、ちょっと他にも池とかあるけど行くって、この力車の運転手さんが言ったから、ああ、行く行くって言って、ほんで、この池とかね、ミュージアムって言ってもね、なんか写真しか貼ってないんですけど、まあそういうとこちょろって寄って、ほいで入り口戻って、そして入り口戻ったら、で、300ドルだろ、あ、300ルピーだろって言ったら、500ルピーって言ったから、なんでやつだろ、ミュージアムとか行ってんじゃないかって、いや、それお前行こう、連れてってやるって言ったんじゃないかって言ったんだけど、まあ、めんどくさいからね、もう500ルピー、500円ぐらいだから、もう、まあいいやと思って、もう500ルピー渡しましたけど、まあなんかね、ちょっとなんか騙されたようなね、ぼったくられたようなちょっと気持ちにまたなりましたですね。ほいで、入り口出て、ほいで、次はね、インドの方に僕は、ね、行くようにしてたので、今度またタクシーをね、また捕まえて、このルンビニからタクシーで、スノーリっていうね、国境の町まで行ったんです。これでまたね、これタクシーの人とまた、ね、交渉して、また騙されるわけですね。ルンビニでね、スノーリまでいくらって言ったら、1200ルピーズ。1200ルピーでタクシーだったら、まあいいじゃないかと。で、1200、1300円ぐらいだから。ほいで、だいたい30分、40分ぐらいですよ。で、ね、バスじゃないから、ノンストップだからバーって行くんですけど、で、そこで行って1200ルピー。
悪くないなと思って、スノーリっていうね町についてほいで1200だけ、まあ、1500ルーピー渡したんですよ。1000ルピーと500ルピーしかでもなかったと思うんですけど、それ渡したら、そしたらタクシーの運転手さんが、お釣りがないけん、もう返せん、ノーチェンジだからって言ったら、いや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 って、そしたら1000ルピーにしてくれてたら、そんなことはできんぞ。もう、そしたらもうチェンジがないんだ。そしたら200ルピーだけ返してくれてたら、OK って言ってから、OK って言ったものの、ただ100ルピーしか返さないんですね。で、その後ね、なんかこの運転手さんがお金数えてたの見てたら、もう普通に100ルピー何枚持ってたので、またね、なんかぼったくられたとか騙されたというか、なんかちょっとね、ちょっとなんか嫌な気持ちになるんですけども、でも、いつもね、このインドとかルピー、ネパールではこういう交渉事ばっかりあるので、まあ、徐々にね、慣れては、来たんですけども、最初はちょっとやっぱいい思いしませんね。ね、まあ、このね、スノーリに入って、ね、これが、ね、インドとネパールのね、国境で、またこっからまた、他のタクシー乗って、今度は、クシナガラっていう町にね、お釈迦様がお亡くなりになられた町に行ったんですけども、まあまあ、今日はね、このルンビニだけのね、お話にして、だけをちょっとね、皆様にご紹介したいと思うので、その、また別のご縁があれば、そのね、くしながらのお話はさせていただきたいと思いますが、ほいでね、お釈迦様はね、やっぱご飯食べられとっちゃったんだなっていうのが、このルンビニってなんか分かったことなんですよね。まあ、力車乗ったり、タクシー乗ったりして行きよったら、やっぱりこうやってね、田んぼがやっぱ多いんですよ。だけど、もう日本から行った人はね、なんか、日本にの人は、まあ、僕とか、楠木先生が日本で育ったから、まあ、今日いらっしゃる皆さんも日本の方ね、いらっしゃるかもしれませんけども、もうとにかく日本も田んぼが多いでしょう。あんな感じね、ルンビの近くとかも、お釈迦様がおられたところとかは、インドでもね、大体、田んぼが多いんですよ。ほいで、さっきの運転手さんに、これ何の畑、フィールドかって言ったら、ライスって言ってから、これライスなんだと、やっぱ田んぼ、ご飯作っとんじゃな、思うて、まあ、それ聞けただけでも、多分1400ルーピーあげた価値ありますね、今思ったら。まあ、こうやってこのね、まあ、ライスを作ってる、ご飯作ってるんですよ、お米をね。やっぱり、ね、お釈迦様ってね、お米を食べてね、育っちゃったんだなと思いましてですね。ほいで、お釈迦様のお父さんは、常盆の言うてからね、中にご飯っていう名詞がついてるでしょ。ほいで、おじさんの名前も甘露盆のでご飯なんですよ。ほいだけ、お釈迦様ってね、みんなご飯食べてるんですよね。だから、やっぱりね、お釈迦様とか仏様にお供えするものは、ご飯がやっぱ一番いいんじゃなというふうに、まあ、思いましたですね。でも、アメリカ来たりすると、やっぱね、パンでもいいんじゃないかって言ったらね、おぶっパンっていうし、まあね、パンを供える。もういいんじゃないかっていうふうに言う方もいらっしゃいます。まあ別にそのままそれでいいんじゃないかなと思うけど、でも多分本来的にはやっぱお釈迦様が召し上がっていたライスですね、ご飯をねお供えするっていうのがまあ伝統的にあるんだなというふうに思いました。ほいで仏教がねやっぱり盛んになる国って大体お米がね主食とかお米に関係しているんですよ。やっぱアジアのね国はみんなお米食べるし、日本も仏教国ですね、お米食べます。タイもそうですよね。だから仏教国のほとんどの国ではお米が主食なので、やっぱりお米をね、お供えをするということがどの仏教の国でも行われているわけですね。これでアメリカはどうか。アメリカは主食は米じゃないんだけど、だけどアメリカの漢字は米国だからね、米の国なんですね。米の国という意味ではないけども、ですけども米国だから、ですからこのアメリカもね仏教国となる可能性があるということで、ちょっと今日のお話をね締めくくりたいと思います。ね、今日は、お花祭りのねご縁にお招きくださいましてありがとうございました。今日は、ね、そのルンビニのお話、おいで阿弥陀様とお釈迦様ね、お二方は、別々だけど、まあ、本体はの一物、まあ、同じ仏様なんだという、ね、ことを、親鸞聖人は、思われているということと、そして、ね、私お物販をお供えする、
のはやっぱインドからね伝統的にあることなんだということをお話しさせていただきました。はい、今日は、どうもねありがとうございました。また、ご縁がございましたらまたね、皆様とお会いしたいと思います。では皆様最後に合唱したいと思います。ナモアミダブス、ナムアミダブス、ナムアンダブス、ナムアンダブス、ナムアンダブス。はい、今ちょっとストップシェアリングして、まあ、別に僕の顔を最後にね、皆さんにお見せ、でかくお見せしなくてもいいんですけども、まあ、今日本当ありがとうございました。もう一回ちょっと合唱しておきますね。何万ダブツ、何万ダブツ。じゃあ、またありがとうございました。楠木先生もありがとうございました。奥様もね、綾乃さんもまたお会いします。ありがとうございます。